はいどうもピョキングです。今日もトロールコースといっぱい集まるよ。やっていきますか。で今日のトロールコース、アトロールストーリーかっこリバイブということで、騙しの物語が復活したということでしょうか。これね、投稿日が2019年9月14日ってめっちゃ古いんだよね。約3年前ぐらいになるのかな。その3年前に作られたトロールコースは一体どんなトロールコースなんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.83%。 いや正直ね、古い騙しコースだったら結構罠を回避できるんじゃないかなって思うんですけどね。これフラグじゃないからね、ガチで思ってるからね。さあまずブラパがいるけど、このブラパ落としていいのかな。開幕花。いや違うんだって、今のは開幕花って言うためにわざと引っかかったようなもんだよ。それじゃあこのキノコを取ってスネークブロックに乗っていいのか、信用していいのか。やべー、やるじゃん3年前のコース。ここは左に行ったらダメっていうことね。そしてここを押していいのか、どうなの。僕は押しないでいく、何も信用しない。じゃあここはテレサが出てくるから前の方に寄っておこうか。そしてオンオフは信用しないでいいのか、どうなんだ。オンオフしておかなきゃいけなかったのか、またお前か。ちょっとさ、オンオフしてみる。オンしたらどうなるんだろうね。なるほどね。いやいつの時代になってもトロールコースっていうのは騙すのが上手すぎるね。スーパーマリオメーカー3が出た暁にはトロールコースをするのめっちゃ楽しみにしてるぜ。それじゃあここは下に降りた後、この先で何もしないでいいのかな。スネークブロック何もしないでね。よし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 、このまま右に進んでいいでしょう。このアームはなんだ。しゃがんでいこっか。シュッ、よしよし、今意味あった。じゃあここでオンオフをしてすぐ左。あっつっ、この砲台なんか出してくんのかな。さよならテレサ。僕がさよならしちゃったね。なんかね、よくわかんないんだけど、今日のトロールコースめっちゃワクワクするんだよね。ほらワクワクすんと、ここはしゃがんですぐ鍵に入る。よっしゃ来た。それじゃあ次はどんな感じの罠が来る。なんだ、石橋このバネ野郎が。ほんじゃここはすぐ右に行けっていうことかな。なるほど、ここでドッスンが下に落ちて僕は違う世界に行くっていうわけだね。次こそあのバネに引っかからないようにさっさ右に行きたいと思います。そして上中間ポイントあるけどさ、このバネ持ってっていいの。本当にこの中間ポイント取らせてくれんのか。優しすぎる。もう一個ぐらいバネ持って行きたかったな。うわ逆さ、危ない。これ持っていこうか。シャキーンできる。うわシャキーンできない感じだね。一旦投げてみていい。来た、石親父が。石親父が来たじゃねえんだよ。じゃあここで一旦投げておいて、すぐジャンプして右上に行けっていうことで。うわ見にくい、もう見にくいって、やり慣れてないって、こんなトロールコース。そしてさ、ここのステージの音楽あんまり聞いたことのないような音楽だよね。めっちゃかっこいいなと思って。そんで反対だったらみんな見にくいよね。スマホの人はさ、画面反対にすると見やすいから、ぜひ反対にしてね。じゃあここは上か下か。上のオンオフ怪しい。上に投げてみます。これで合ってんじゃないの。合ってる合ってる合ってる。そしてこのツタに登っていけっていうことから、それか土管、土管は入れないで。でさっきの話の続きなんだけど、画面を反対にするって言ってさ、じゃあ僕はパソコンの画面を反対にしてみますっていう人がいたんだよね。優秀すぎって思って、何やってんださっきから、俺はゲームに集中せ。それじゃあ次こそちゃんとこの上に行こう。うわマジで反対見に行く。これ一旦右行ってみる。右行っても意味ないね。じゃあこの黄色い土管に入るしかないんで、先に進みたいと思います。石橋を襲ってくんのか。またバネ左から来てんだ。それじゃあこの土管に入ったらさ、すぐにオンオフをして土管に戻る。これで合ってんじゃないのかな。さあ進みましょう。これで先に進めるのか。あーね、家で電気つけたと思ったら反対の人が消してまたつけに戻る感じね。前が反対の人か。ねえここどうして来るんじゃないのか。もうそれじゃあここオンオフしないで戻ればよかったのかな。オンオフがもう一回変わるんだよね。よし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 、さあスネークブロック連れてってくれ。次こそ上の鍵を取ればいいのか。どうなんだ、鍵取ってみます。鍵取れねえ。なるほどね、スネークブロックに押してもらって右に進めっていうことだったのか。これやり直し効かないかな。この土管に入ってすぐ戻ればやり直し効かないかな。反対側の人がいたね。なんだ
ゃん、やんのか逆に早くやってくれよ、鎧石食らうんか。はい、それじゃあこのスネークブロックに乗ってすぐこの右側に行く。そしたらこのスネークブロックに押し出されて先に滑るっていう感じだと思うんですよ。違うんですか？今のとこどうやって行けばよかったのよ。早く来いって、もう何やってんだ。うわ、あ、合ってる合ってる合ってる、よかった。まあやられてしまったけど、こっちの道で合ってたんだね。はい、それじゃあ無事中間ポイントにゲットできたことだし、先に進んでいきましょう。嫌な予感しかしねえ。なあ、ちゃんとこのまんま進んでくれんのか。あのドクロコースターに乗らなくてよかったのか。中間ポイント戻しさっきと違うパターン、何が来て、俺がこっから先こっちのルートでやっぱり合ってるみたいな、そんなことはないのかな。頼む凍らなくなっちゃった。まあまあでも優しいね、中間ポイントに取ってすぐ位置に戻すのは。さあ、このドクロコースターに乗って右の土管に入れっていうことでしょ。よしよしよし、本当に入れたね。入れんかったらどうしようって思ってたんですけど。それじゃあこのドアに入って次はなんだ。何もしない、抜け殻それじゃあここはタイミングよくベッドを踏んでかぶれっていうことなんかな。一旦そうしてみる、タイミングよく踏んでみます。そしてかぶる、そんで右に行けっていう感じか。多分これで合ってると思うんですよね。それじゃあ進んでいきますか。いや、今んとこ危なかったね。じゃあここはオーバーフローして、よしこいるんじゃねえか。よしこ好きだ、僕と付き合ってくれ。やっぱ最高よしこ、よしこ君がいないと僕はダメなんだ。頼むよしこ、戻ってきてくれよしこすいません皆さん、いつも騒がしくて。それじゃあよしこ、君の分まで僕は幸せになるからね、ずっとそこで待っててそれじゃあこっから右でいいのかな。うわ、あの石味こっち来る、スピンジャンプで、うわ、行って、あ、今見た、ナイス神回避じゃなかった。それじゃあこのスネークブロックに乗って、ここは上どうやって行くんですかね。ねえスネークブロック頼む、なにこれ、ゴールやんかいや、こう言ったら申し訳ないんですけど、古いコースだからさ、あんま期待してなかったんだよね。でもめっちゃクオリティ高いで面白かったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、近そうで遠いゴールということで、サムネを見る感じですね、トゲゾーンの被り物が1個あるだけなんですよ。まあ隠しブロックか上から何か降ってくる系だろうね、きっと。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.92%、 ゴール条件は何もない感じだね。どんな感じなんだろうトゲベッドかぶらしてよ、もう一個左に設置しててくんないかな。かぶれなかったじゃないか。あ、隠しブロックっていうことだね、やっぱり。それじゃあ次はちゃんとかぶっていこう。そんでこの隠しブロックどっからどこまであるかだよね。もしかしてさ、画面内全部ある感じじゃないのやっぱりね。しかもこれタイムが10秒しかないじゃん。これはなかなか難しそうだね。と言ってもよ、まず最初に足場作るじゃん。そしてこっからジャンプするために上のブロックを壊しておけばゴールできるっていう感じなんじゃないんですかね。さあ行きましょうなかなかやりおるな、このコース結構頭使わされるね。それじゃあもっと高みを目指して上のブロックを壊していって、ここら辺からジャンプしたいと思います。はいこれむずけーね。それじゃあ少しずつ右にブロックを出しながらさ、ゴールに近づいてってみようか。それでゴールいけるんじゃないのかな天国へ行ったね。考え方としては絶対合ってると思うんだよね。ただそれをめっちゃ速くしていけと、そういうことだと思うんですよ。ここら辺まで来たら大丈夫だよね。ただ馬に合ってる、これこそさ、動画を見てると結構簡単そうに見えるよね。でもそんなことないからね、本当に腕もきついしさ、こっからジャンプしていけるのか、頼む。いやどうもご視聴ありがとうございました。頑張ったから2秒以上余ったね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。